はい、お疲れ様です。さて、今日の朝ごはんじゃなくてお弁当はこんな感じ。まあ、ちょっと寒色系が多いかな。赤がない。やっぱり赤がないとね、色味としてね、ちょっと寂しくなりますでしょうか。まあ緑系の弁当になっちゃった。やっぱり赤ウインナーの力は凄まじいね、色合いの。アップね、こんな感じ、こんな感じです。よいしょ、いいよ。さあ、引き続き朝ごはん行ってみよう。はい、お疲れ様です。さあ、朝ごはんこんな感じ。まあ、今日ちょっとシンプル。はい、そしてこれが今日くにくんの幼稚園のお弁当。まあ、こんなんじゃないですかね。幼稚園の、ね、カリカリも入ってるし、 いいんじゃないですか、これ。こんなんで、はい、ショーを見たときに、アメリカの公文書を見たときに、なぜプラザ合意は起こる。今日はやっぱ寒色系ですな。なんかあったかくないっていうか、色的にね、本当にあったかくない。お好きな方はチキンステーキ、朝からね、チキンのオーブン焼き塩コショウです。はい、食べたい方どうぞ。というわけで、こんな感じですかね、今日は。はい、よっ、やっぱこのアングルかな。はい、どうもお疲れ様でございました。また後ほど。
おはようございます。お疲れ様。さて今日のお弁当こうご飯はね、今日は何も載せません、たまには白いのもいいんじゃない。こんな感じよ。予想最高気温です。昨日に比べると高いところが多いです。
広島、気温が22度など、今日20度を超えるところも多くなりそうです。チキンナゲットの黄色が映える。11月並みなので日中も上着やすい。卵の黄色とケチャップの赤、今日のバランスいいんじゃないですか、色、うん、ワンポイント、もう赤はいらないかなと思ってミニトマトは控えました、はい、さて引き続き朝ごはんでございます。よろしくよろしく。お疲れ様です。朝ごはんはこれ、お弁当の残りとミニハンバーグ。はい、時間がないから冷凍食品だよ。はい、ハンバーグはね、手作りは夜だからね、うん、朝からこねてらんないというわけで、はい、さっきパセリ入れるの忘れてましたんで、今入れました。どうでしょう、ドン。よいしょ、まあ、パセリと違うね、やっぱ緑が映える。はい、いいよ、いいよ、もう一丁、よよ、はい、ありがとうございました。あー、2日目が終わった。またね、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。じゃあ、
はい、お疲れ様です。朝の弁当、これこれこれ、ね、今日はね、あれがあるよ。自分は結構そういう内定後っていうのを気にして就活して、卵の殻むくテクニックは動画中でマスターしてね。あれ楽だよ、うん、俺も初めてやったけど意外といいね。ガシャガシャガシャってやるやつ、うん、はい、今日こんな感じよ。ドーン、ね、ドーン。内定者がすべて集まる企業ばかりではありません。都内の人材会社では来年の後も就職活動への対応が続いています。引き続き朝ごはんだよ。お疲れ様です。あー終わった、朝ごはん、ね、ゆで卵と目玉焼き、ね、コレステロールはいくら取っても大丈夫らしいよという、ね、卵のね、だって、はい、こんな感じ。はい、そしてお弁当こんな、あー15個今日もね、なんか赤ちょっと入ってるけど、やっぱガンとガツンと赤がないとね、あれですけど、まあこんなんでもいいんじゃないでしょうか、ね、トマト高いんだもん。トマト、まあ、高いし残るし、もうね、あーもうなんかメール、でもね、明日はトマトだよ。さあさあさあ、ドン。今、取材したですね、小原記者に聞きます。小原さん、こうなってきますと、一体世界遺産って何なんだろう、はい、ありがとうございました。ウィンでは、その登録の…よかったら、グッドボタンお願いね。眠いよ、はい、ありがとう。このままでは、かなり…さて、今日の朝の国々のものなんだ、これ高いのではないかと感じています。市は、歴史地区と…朝は、ニューイー…市はその歴史地区と、その市…
はい、お疲れ様です。さて今日のお弁当こんな感じ。よいしょ。どうだい。どうだいどうだいどうだい。どうでしょう皆さん。ね、こんな感じでございます。はい。どう。ね。まあ今日ちょっと明るい感じですかね。やっぱ人参とかさつまいも入るとね、なんか一気になんか女子力高めという感じになりますでしょうか。はい、いやー疲れた。続きまして朝ごはんよろしく。できたよ。こんな感じ。今日はねちょっとシンプル、うん、いつもこってり続いてるんでね、今日はちょっとあっさりめでいかがでしょう。はい、こんな感じ。そしてお弁当は14個、ね、はい。さっき嫁ちゃんね、なんかさっぱりしたもん食いたいっつって、うん、なんかいいですっていうね、そんな感じでございます。半崎さんから招待を受け、はい、まあ、やっぱりちょっと気にしてんのかな。はい、こんな感じ、はい、こっち、こっちからもドン。はい、ありがとうございました。よかったと思ったらグッドボタンよろしくね。まあ、とにかくグッドボタン。
はい、お疲れ様です。おはよう。さあ今日はね、三色の、うわー来た、赤がないね。やっぱ赤必要だね。うん、赤一個あるとやっぱり入るね。三色丼だけど赤ないとちょっとね。ただインド、パキスタンに関してはイスラエルに関して、うん、こんな感じですよ。クリーム、カニクリームコロッケ、メンチカツ、あ、カニクリームコロッケ、手羽餃子、カルビ、牛カルビですか。ね、そんな感じでございます。はい。いや、それダメだって言ってないの、うん、インド・パキスタンというのはアメリカからすると同盟的な関係の部分もあれば、ね、あ、いやすごい時間かかる、これやばかった。うん、というわけで引き続き朝ごはんでございます。よろしくよろしく。はい、お疲れ様です。朝ごはんも終わった。いやー、時間かかった。三色丼やべー。はい、朝ごはんこんな感じ。鮭、ハッシュドポテト、そしてカニクリームコロッケ、弁当の残ったやつ、でございます。ね。まあ、和洋折衷って感じでしょうか。で、こっち。ね、ドン。こんな感じでございます。ね。はい、こう。ここでございます。よいしょ、ね、こんな感じでございます。どうも。あー疲れた、ね、すげえ時間かかった。お疲れ様でした。ねえ、うん、ね、どうぞよろしく。